皆さんこんにちは、シェルター TV です。今日はですね、タイトルの通りモルモルズさんに密着する5 days でございます。わーい、誰でしょう。誰だ。もうリクエスト最多と言っても過言ではない方なので、来たーって思ってくれる方もいらっしゃると思うので、ちょっと待ち伏せしたいと思います。じゃあ今日誰でしょうか。お楽しみに。そろそろ多分来るっぽいので。おはようございます。おはようございます。お察しの通りなんですけど、シェルター TV でございます。あれですね、であれじゃないかも。あれじゃないよ。何今ポジションチェックぐらいだろうって多分もう慣れちゃってると思うんですけど、実は今日から5 days で室井さんに密着させていただきたいんですけど、ご存知ですかこの企画。知ってます、もちろん。よかった。それはもう話が早い。いや、なんか朝、来た段階でこれはそれかなって。あ、すごいすごい。お前すごい。さすが。いや、室井さんはね、もうあ、いいよ、ポジションチェックどうぞって言っても慣れちゃってるかなと思いながら。今日月曜日なので金曜日まで期間をさせていただきたいんですけど。気が抜けないですね。お願いします。あとリクエストはですね、そうすごい多かったんですよ、何回かやってたんですけど、毎回毎回コメントいただくので、いつかチャンスを狙ってということで今回やります。どうしよう。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではもう早速、お仕事前に申し訳ないんですが、ファッションチェックをさせていただきたいんですが、今日の、じゃあまずアウターはどちらのですか。あ、これアウターはラグアジェムのアウターで、これもう発売してるアウターなんですけど、可愛い。この異素材でこうドッキングされてるアウターなんですね。ここは結構あのしっかりした厚みのあるニットで、ここはボトナイロンの生地になってて、結構しっかり中アウターもあって暖かい。春先まで長く使えそうでね、この今のタイミングで買うのってすごく使えそうですし、なんか今日全体の色のトーンがなんかこうグレー調というか、色味の合わせがすごい可愛いなと思ったんですけど、最近結構そのモノトーンの中でもちょっと薄みカラーのものっていうか、これもちょっとライトブラックソールっぽい感じで、そうですよね。シューズはカーキなんですけど、こういうモノトーンとか暗い色の中でもちょっと薄み感があるものっていうのが最近すごい好きで、それに重たくなりすぎちゃうので、はい、それでは朝のお忙しいタイミングにありがとうございました。で、明日からよろしくお願いします。お願いします。それでは火曜日でございます。今日は室井さんが修正をねしてるっていう風に聞いてるので、突撃めっちゃお仕事中ですけど、ね、修正って、ね、行ってみましょう。なんか許してくれそうなんで行ってみたいと思います。お疲れ様です。すいません、修正中に。大丈夫ですか。はい、すいません、お仕事中に。ちょっと早速またファッションチェックをさせていただきたいんですけど、はいはい、今はちなみにお洋服の修正というか最終確認をしてるところで、ちょっとトルソー着せてみて、紐のこのバランスの調整とかをちょっと見てたって感じです。でもほぼこのままいく感じ。え、すごいすごい。なんかここ見れるの結構レアですよね。これも発売されるやつですか。そうです、これも。わ、すごいすごい。ドラヤさんファンたまんないですね。そしたらちょっと、はい、チェックさせていただきたいんですけど、で私めっちゃ好きすぎて、本当ですか。コーディネート可愛い。ありがとうございます。これどうなってるんですか。これなんかワンピースで、上にこれを重ね着してるんですけど、カーディガンがここがっつり開いてるんですか。ここがっつり開いてて、この中のワンピースはこういうサムホールがある。可愛い。フード付きのワンピース。ちょっと SS のトレンドみたいな要素とか、そういうのも含まれてるんですかね。なんか今期はラグアジェム、ちょっとグランジ系のアイテムとかが多くて、それこそレイヤードして着るみたいなのも提案にすごくあるので、このニットも本当にいろんなインナーとレイヤードして楽しめるようにっていう意味で、ここ開けて作ってたりとか、あとワンピースもこれフードがあるんですけど、こんな感じで、ただのロングワンピだとちょっときれいめだったりカジュアルだったりっていう風になるんですけど、このフードがここまでちょっと高めに作ってて、あ、本当だ本当だ。このフードがあることによってラグアっぽさというか、なんかちょっとルーズなダルッとしたグランジのテンションを表現できてるワンピースかなと思います。すいません、お仕事中に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは水曜日でございます。今日はですね、室井さんが商談に行ってるということなので、そろそろね戻ってくると思うんで、ちょっと入り口で待ち構えております。あ、帰ってきた。あ、おかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。商談ということを聞きつけていたので、はい、入り口で待ち構えさせていただきました。ちょっと引いてません。大丈夫ですか。
行きましょう。はい、中にお願いします。はい、それではありがとうございます。とんでもないです。じゃあ早速ファッションをお伺いしたいんですけど、はい、今日のまたパーコートもラグアーのですか？そうです、ラグアー、うんうん、で靴とバッグ以外は全部ラグアーです。ちなみにじゃあ今日商談帰りっていうことなんですけど、はい、今日お仕事の時のコーディネートっていう意識というかそんなに気にしなくて。そうですね、商談って言ってもそんなに深い商談ではなくて、まあコラボ先との打ち合わせみたいな感じなの で、 そうなんですね。結構まあラフにカジュアルないつも通りっていう感じですね。じゃあ今日のコーディネートのお気に入りポイントだったりこだわりな部分とかって何かありますか？でも今日結構お気に入りをすごい詰め込んでまして、うんうん、なんかそんな気がします。全部なんか特徴的で。そう、今日アウターはあのラガーのレナブに発売したファーコートを着てるんですけど、中は1月に発売したラガーの新作、このクラッシュのニットがめちゃくちゃお気に入りで凝ってますね、このニット。でここにこういうレタリングの文字があって、はい、このなんかチャコールとライトピンクの配色とかもすごく可愛い、可愛いですね。ラグアっぽい、またこういうのが。でパーコートが結構インパクトがあるんで、うん、中はチャコールでこうワントーンでちょっとシックにまとめてるっていう感じです。でも靴まで黒いと重いので、このアイボリーのシューズでちょっと外してバランスを取って。結構このパーコートってね、ちょっとラグジュアリーな感じにもなりやすそうなテイストでもある、うんうん、どっちでもね使えると思うんですけど、うん、ラグアらしくってなるとやっぱこういう、そうですね、シルエットとか素材とか、このパンツもなんかドロストがまた、はい、そうなんです、すごいですね、各所に絞れるようについてる。シルエット変えられるようになってて、へぇー、キュッと絞ることもできるし、裾、うんうん、もドロストあるんで、これ全部外してちょっとストレートっぽく見せても、すごい可愛い形が。でもそれは割と絞ってる方、これあまり絞ってないです。あ、緩めで、はい、ちょっと緩めで。視聴者は村屋さんのこういうなんか小物とかも気になると思うんですけど、うん、ちなみにこちらは、はい、これは海外のブランドのアイデアになってます、はいはい、こういうの気になるんだよ、ね、気になるよ。あとバッグも違う。これバッグは11月に、はいはい、お仕事で韓国に行ったんですけど、はいはい、その時に韓国の市場でゲットした安い、うん、こういうの気になる。ちょっと安いバッグなんですけど、はいはい、すごいあの使いやすくて、使いやすそう。そうなんです、めちゃくちゃ大容量なんで、うんうん、お仕事の日は結構これを使ってます。こういうの欲しいんだろうな、うん、作ってくださいってコメントとか今だったら聞いてもらえるかもしれない。確かに、あと2日間よろしくお願いします。お願いします。ということで、皆さんもこの場所は慣れてきましたよね。おなじみのランチに行くときを捕まえる場所です。もう4日目ですからね、ちょっと察してくれてると思うんですけど。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ランチでしたよね、多分。すみません、あのちょっとランチに、はい、行くタイミングの前に、はい、チェックさせていただきたいんですけど。結局かわいい。かわいいですよね。かわいい、ほんと。これはどこのです？これはキーンのシューズなんですけど。え、かわいい。トップスもまたインナーも可愛いですね。そうなんですよ。これも、うん、あの2月に発売されたトップス。あ、そうなんですね。あ、可愛い。しかもやっぱピタッとタイトめな、そうですね、コンパクトめなトップスを中に着ております。で、このカーディガンは、これはもう今ラガーで発売中のミントジャケットなんですけど、はい、結構厚みしっかりあって、はい、今から春先まで着れるアウターになります。確かにカーディガンとアウターのなんかちょうど中間ぐらいで、春先にすごい活躍しそうですよね。かわいい。ちなみにあのサクッとランチに行くってことなんですか？はい、今日出社の時はこの上に何着てるの？この上にダウン着てきました。ダウン合わせていたんですね、はい、ジャケットなんですけど、はいはい、ミドルデージのオーガニックみたいな形で着れるんで。そうですよね。上にダウン着て、あ、なるほど、そうやって合わせたんですね、はい、じゃあ今日ランチはどちらに行くんですか？お二人は。いや、ランチは、はいはい、私マック大好きなんですけど。そう、私このくだり好きなんだよな。このお二人のマック大好きなんですけど、マックみたいな。ちょっとマックマジで、ね、これ聞きたいがためにちょっとマック行かないんですかって聞いちゃうところもあるんですけど、だからちょっとあの美味しいハンバーガー屋さんの方、あ、ちょっとリッチの方、美味しいマックもすごく美味しいもっとフレッシュな感じの、フレッシュな感じ、はい、それはどちらですか？ゴールデンブラウンっていう。ああ、最近デビューしたね、ゴールデンブラウン。美味しいですよ、ね、美味しかったです。ここにちょっと今日は行きたいと。ちょっと寒いと思うんですいません、お待たせしちゃって。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、すいません。最終日、いい曜日です ね
どうでした？なんかあっという間だった気がするんだけど。いや、そうです、そうですよね。しかも、うん、あの撮られ慣れてるんで多分、ね、あの村屋さんサクサクいった、はい、よくあのファッションチェックも突撃でさせてもらってるんでちょっと免疫ついてきちゃって新鮮なリアクションも今撮れてない気はしますけどね。金曜日なんで、はい、ちょっと電話してみようかな。そうですね、ちょっとマミさんお電話していただいて。はい、もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。最終日どちらにいらっしゃいますか？あ、今あのデスクの方にいて、うん、ちょっとそろそろ出ようかなっていう感じだったんですけど。お、ちょっと出る前に、はい、ちょっと最終日のファッションチェックだけさせていただいてもいいですか？あ、わかりました。はい、お願いします。プレスルームで待ってます。はい、じゃあ向かいます。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。じゃあ待ちましょう。はい、待ちましょう。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。またもうすぐ出ようかなっていう。あ、よかったよかった。しかももうアウターもあるから、そしたら早速、はい、いいですか、ファッションチェック、はい、お願いします。お願いします。それではちょっと今から外出っていうことだったんですけど、はい、今日どこに行く予定？今日今から展示会に。そうなんですね。何系の？あ、コスメ系、美容系の、はい、そうなんですね、はい、じゃあもうその展示会コーデみたいな。そうですね、ちょっとある程度綺麗めに。まずでもそのコートがすごい可愛くて。そうなんです。これはどちらのですか？これはあの韓国のセレクトショップで買ったインポートのものなんですけど。可愛い。切り替えとかがすごい可愛くて。あ、なんかねじれた感じの。そうです、なんかこういう斜めに切り替えが入って、ブールのコートでは珍しいフラッシュ感が入っちゃうとか。ちょっと早速中も見させていただきたいんですけど、はい、いいですか？ありがとうございます。あ、可愛い。デニムのセットアップです。でもちょっとこうドレスアップしたっていうのがデニムのセットアップなんですね。そうですね。かわいい、うん、めちゃくちゃいい。セットアップのジャケットもあのスタンドカラーなので、うん、ちょっとマニッシュな印象というか、はいはい、ロングコートと合うデニムのセットアップ。ジャケットですもんね。ジャケットです。なんかトップスでもあり、なんかブラウスっぽくもあり、あ、 す、 ね、うん、すごいですね。なんか開けてもだからアウターっぽく着れるってことですもんね、はい、サクッと羽織で着れますし、前閉じればなんかこういうトップスっぽくも。で、色もピンクですか？これは、これは実はブラウンなんです。あ、はい、ここ見ると多分結構、あ、ほんとほんと、濃い部分は結構しっかりブラウン。結構こう色を限界まで抜いて、うん、当たり感を出してて、うんうん、なんでちょっと色が柔らかく見えるので、ピンクブラウンっぽい感じに見える。春おすすめのデニムのセットアップ。あとパンツの形もやっぱ毎年出てるやつ。これはラグアの基本のベースの形をちょっと丈を長くしたりとか、若干こうずつ太くしたりとかでちょっとだけシルエット変えてるんですけど、いつもラグアのデニムに100ミリルって言って、ラサルベースはそのまま残してっていう感じ。綺麗ですもんね、うん、相変わらずのデニムの形が細すぎず、細すぎずのストレート で今私あのブーツ、うん、結構ヒール高いもので合わせてるんですけど、そうなんですね、確かに。そうするとこういうストンとしたまっすぐなストレートのシルエットに見えるんですけど、うん、スニーカーとかソールのあまり高くないシューズ履いていただければちょっとダボッとたまるような感じで、それもまた可愛くて、ちょっと履くシューズによって全然こう表情が変わる。で、おカバンはこちらは、これはガニーというブランドの、はい、うんうん、ブランドのでございます。かわいい。でもなんかこの、はい、こういうちょっとノットの部分とかもアクセントになってかわいいですね、うんうん、そうなんです。これは最近買われたんですか？これは去年の夏ぐらいに購入したバッグなんですけど、仕事の時はいつも大容量の、はい、結構カジュアルなバッグが多いんですけど、はいはい、展示会とか、まあ、ちょっとお呼ばれみたいな感じなので、うんうんうん、私が持ってるバッグの中で唯一と言っても過言ではない、ちょっときれいめバッグ。なんかちょっときれいめに意識されたのかなって思 う、 こうポイントでしたよね今日ね。5 days 密着させていただきましたけど、どうでした？あっという間でしたね。すごい一瞬に感じました、1週間が。いい意味でも慣れてらっしゃるから結構初期の時から突撃させてもらってるじゃないですか。そうですね。だからテンポよく行けちゃった感じがするから、私たちもあっという間でした。楽しかったです、うん、気が抜けない1週間を過ごしましたけどでもそれ皆さん言いますよね本当に。それでは皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。でまたこの人見たいって方がいればコメント欄にぜひ書いてください。でこのチャンネルがいいと思ったら高評価といいねをよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。